ビルはアメリカ合衆国カリフォルニア州中部トゥーレアリ郡の都市である。2000年国勢調査での人口は約39,615人だったが、2010年国勢調査での人口は54,165万5人と37%増加した。市の周辺の多くの未編入領域を併合したので、市の人口は劇的に増加した。 アメリカ合衆国国政調査局によるバイスエリアポータービル都市圏の一部とみなされている。1994年には全米都市賞を受賞した。ポータービルは北緯36度4分7秒整形119度1分39秒、北緯36.06861度整形119.02750度、 36.06861-119.02750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は14.1平方マイルであり、この内陸地は14.0平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.50%である。ポータービルは、シエラネーバダ山脈の西側丘陵部落を流れる、トゥール川に沿っており、 カリフォルニアセントラルバレーの東端にある。ポータービルより標高の高い丘陵部には人工庫のサクセス庫がある。ポータービル歴史博物館、1913年に建設されたサザンパシフィック鉄道の駅舎を使っている、ポータービル郵便局本局、ポータービルで3つあるアメリカ合衆国国家、歴史登録材の一つ、ザルードハウス、元は指定で現在は博物館、 歴史登録在第1回収派協会。歴史登録在以下は2000年国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第18及び下院の第34選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第21選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス13となっている。 2010年時点ですべて共和党議員が務めている。2008年11月、明大8に関する住民投票で、ポータービル市市政委員会は、カリフォルニア州の市政委員会の中で唯一法案に賛成した委員会となった。有権者は、委員会の個人、宗教、及び政治的興味のために行動することを促された。明大8は、 同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案であり、特定の成人からそれまであった結婚する権利を奪うものだった。2010年8月4日、明大8はアメリカ合衆国憲法修正第14条の下で違憲と判定された。ポータービルの有権者は明大8を支持する委員会に反応し、75%以上が賛成票を投じたが、 これはカリフォルニア州の中でも最も高いレベルだった。ポータービルレコーダーは市内で発行される日刊誌である。ラジオ局のキ業とクマカ、クティップ及びテレビ局の KT 会会 TV が市で免許を取得している。市内の大半における公共教育はポータービル統一教育学区が管轄しているが、西部の一部はバートン教育学区に入っている。 ポータービル統一教育学区には小学校11校、中学校3校、高校4校がある。バートン教育学区には小学校3校、中学校2校、その他学校3校がある。ポータービルは2つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。